ホーキア軍はアメリカ合衆国バージニア州の北部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は65,203人であり、2000年の55,139人から18.3%増加した。軍庁所在地はウォーレントン町であり、同軍で人口最大の町でもある。ホーキア軍はワシントン大都市圏に属している。 バージニアのワインと馬の中心地であり、農業の歴史が豊富で、現在も残っている。2011年時点で、アメリカ国内では、収入の高い軍第8位になっている。フランシス・フォーキアの肖像が、軍名の由来となっているフォーキア軍となった地域に、ヨーロッパ人が入ってきた時、数五族マナホーク族の中の小部族、ウォンケンティア族が住んでいた。 1670年頃に、色恋連邦のセネ家族に追い出された。セネ家族はこの地域に定住しなかった。1697年から1699年の短期間この遺族がザ・プレーンムズに入っていた。色恋連邦の6部族は1722年のオルバニー条約でフォーキアを含む全地域をバージニア植民地に譲渡した。 フォーキア軍は1759年5月1日にプリンスウィリアム軍から分離して設立された。軍名は当時バージニア植民地副総督だったフランシス・フォーキアにちなんで名付けられた。フォーキアは伝説によればポーカーで土地を取得したと言われている。軍内で起きた南北戦争の戦闘としては第一次ラッパハノックステーションの戦い、サラフェア・ギャップの戦い、 ケリーズ・フォードの戦い、アルディの戦い、ミドルバーグの戦い、アッパービルの戦い、第1次と第2次オーバーンの戦い、バックランド・ミルズの戦い、第2次ラッパ・ハノック・ステーションの戦いがあった。フォーキア軍は2009年に年間を通じた行事で創設250周年を祝った。最初は2月にアフリカ系アメリカ人歴史協会が黒人歴史月間を祝った。 5月1日、メインストリートを招待客や住民が埋め、歴史家、実演、芸能、コンテスト、参加型行事、講義、子供のコーナー、生演奏などの娯楽を楽しむグランドイベントとなった。放棄や食品分配同盟がバースデーケーキを積み上げ、配った。南軍の戦場跡など歴史探索ツアーがあった。地元の多くの教会が気境の催しで参加した。 この祭りは12月31日のファーストナイト、ウォーレントンで終わった。この家族向け行事では、ミュージカル公演、人形劇と記述が出た。デラプレーン近くの風景、アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は651平方マイルであり、このうち陸地650平方マイル、水域は2平方マイルで、水域率は0.26%である。 以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ホッキア軍は田園と農業地帯である。いくら加工業があるが最大雇用主は軍政府と病院である。2000年国勢調査で住人の47%が軍外に就職していた。ありがとうございます。